東京ドームからお伝えしてまいります。読売ジャイアンツ対広島東洋カープのゲームです。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ 1,2 番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。まずはジャイアンツの先発戸郷が東京ドームのマウンドに上がります。これから注目の立ち上がりになります。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね。まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ楽しみに見たいと思いますね。そうですね。そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。初球空振りです。打ちました。痛烈、センターへ抜ける、センター前ヒット、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターは阿部。まあ彼はバンドがうまいですから、送ってもいいでしょうね。はい。さあここは送ってくるんでしょうか。これが初球、送ります。取りました。一塁へ送ります。アウト、ワンアウトです。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。痛烈、これはどうか、一二塁間を破る、ホームに送球。ジャイアンツさらにピンチになりました。ランナー三塁一塁となりました。三振を取りたい場面ですよね、ここは。なるほど。さあどういうリードをしてくるのか。高めのボール打ちました。打球はライトへ。サードランナータッチアップ、サードランナーホームイン。カープ1点を先制しました。犠牲フライを決めてきました。1対0、序盤から試合が動いていきます。ご覧いただきましょう。先制点は犠牲フライで奪われてしまいました。まあキャッチャーがもう少しうまくリードしてあげるべきでしたよね。犠牲フライで先制点を取られています。バッターは5番メヒア。ジャイアンツ初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやれてますから、ここから調子を上げていってほしいですよね。そうですよね。ここからはファウルになります。ここもファウルです。アウトコースへのカーブはボールです。ボールになります。変化球空振り、最後はバットに当てさせませんでした。しかしこの回カープ犠牲フライで先手を取りました。1対0、カープ先制です。1回の裏、ジャイアンツの攻撃です。ジャイアンツはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますカープはご覧のような守備陣です。カープマウンドに上がるのは先発のジョンソン、
さあ、ジャイアンツ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。北村が打席に入ります。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。最初は変化球できました。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。田中抑えてワンアウト。バッターは2番に入っている坂本。まずはワンアウトを取っています。マウンド上のピッチャーはジョンソン、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。改めてお聞きします。バッターボックスの坂本、バッターとしてはどういう特徴がありますか。いや、いいバッターですよ。難しいボールでも長打にできる楽しいバッターですね。ファウルになります。変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターボックス丸、ツーアウトランナーありません。セカンド取る、一塁アウトで3アウトチェンジです。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1回終わりました。1対0、1点リードはカープです。2回の表、カープの攻撃。バッターは6番相澤。ジャイアンツ1点ビハインドで迎える2回です。さあ、里崎さん、まずは先頭バッターですよね。まあ自分でも今の状態はね、分かってると思うんですよね。まあこっからバッテリーがどう組み立てていくかですね。そうですね。さあ、修正できるかにも注目しましょう。惜しいボールでしたね。膝元、変化球がわずかに外れています。空振り、ワンボールツーストライク。打ちました。さあ、どうだ。このフライはヒットになりそうだ。一塁線落ちてフェア。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ、一塁に追加点のランナーを許しています。バッターボックスには田中。まあ、バントの技術がしっかりした選手なんで送らせていいでしょうね。なるほど、そうですか。初球ボール、引っ張った。これはファーストライナー。打順は8番菊池。ワンアウトになっています。セカンド菊池、背番号33。インサイド決まっています。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。さて、バッターの菊池、どういうバッターなんでしょうか。まあ、持ち前の走力でシングルヒットツーベースヒットにしてしまうような足で稼ぐバッターですね。ああ、そうですか。これが4球目。打ちました。これはセカンドライナー。バッターはジョンソン。ツーアウトになっています。
初球ボール、打ちました、セカンド取った、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。1対0、1点リードはカープです。2回裏に入ります。さあジャイアンツ、この回は4番から始まります。バッターは岡本、ジャイアンツ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。次が2球目、キレのあるいいボールでしたね。アウトローの変化球、キレがあります。アウトコースへ決めました。ワンボールツーストライクです。低めの変化球は決まりません。5球目は何で来るか、見逃し三振、ワンアウトです。打席には5番バッター中島、ジョンソン、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。高め外れてボール、空振りになります。ワンボールツーストライク、変化球空振り、ツーアウトになっています。打席には6番バッター楊大寛、ツーアウトランナーありません。初球ボール、はい、アウトコース変化球が決まってストライク。さあ3球目は何か、アウトコース外れます。弾き返した打球はセンターへ、西川が抑えてスリーアウトチェンジです。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2回終了1対0、1点リードはカープです。里崎さん、立ち上がりに攻められてしまいました。今日は本調子ではなさそうに見えますが、いかがでしょうか。まあただベンチとしては最低5回までは投げてほしいと思ってるでしょうね。そうですよね。インサイド落ちました。ライン際に打球が飛んでいる。わずかに左に切れました。ファールボール、あーいいボールでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。
さあ勝負してくるのか。打ちました。ヒットになった。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁には追加点のランナー、バッターは阿部。まあバントの上手い選手ですし。バントしました。ピッチャーが取る。一塁送球アウト。ワンアウト、送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。引っ張った。ライトへ打球伸びる。ライトセカンドランナータッチアップ。三塁タッチもセーフ。